皆さんこんにちは、なおこです。今日はですね、エアラインの千秋さんって皆さんもとても有名な方なのでご存知かと思うんですけども、その私も CA に なる前かなったぐらいか、ちょっといつか忘れちゃったんですけど、千秋さんの動画をすごい参考にしていて、でずっと今も見させていただいてるんですけども、その千秋さんが今回、CA に関する質問100個答えてらっしゃってですね、で千秋さん自身もあんまり国内日本のエアラインわからないというふうにおっしゃっていたので、で勝手に質問をお借りして申し訳ないんですけども、私が、国内のエアラインで働いていて、分かりそうなことっていうのを答えていきたいなと思います。私もそこまで長く続けていなくて、2年弱しか続けていなかったので、分かる範囲でお答えする形になるかと思うんですけれども、今エアラインを目指している方とか参考になれば嬉しいです。その100個の中からだいたい50個ぐらいをピックアップして、お答えしていきたいなと思います。1つ目、気が合わない仲間と飛んだ時どうしますかという話なんですけども、これはその CAだけじゃなくて、もう普通にどの会社とかどのバイトでも何でもそうだと思うんですけど、気が合わない人っていうのは絶対に出てくると思います。私だったらという話にはなってしまうんですけれども、CA の時もそれはもちろんね、合わへん方っていうのはいました。なのでそういった時はもう質問するですね。何の質問かというと、やっぱりまだ私はずっと新人っていうレベルだったので、でもやっぱりお話しすることによってその人の本音とかその人の人柄が見えるっていうのはあると思うので、でもやっぱこうなんかむやみやたらに全然仕事と関係ない話で話しかけるっていうのは良くないと思ったので、業務に関しての質問であったりとかっていうのをして、打ち解け、そこからこう人柄とかその思ってることを少しずつでもここキャッチしながら仲良くなるようにしていました、はい。あとはですね、その CA ってこうバディみたいなのがいて、その左側右側でこう常に一緒にコミュニケーションを図りながら、同じキャビン同じ客室を担当する相方みたいな感じの人がいて、大体新人にはそういうちょっとベテランの方とか大先輩がつくことが多くってですね、そういった方には、気が合わない関係なく、まずそのフライトの前に自分が今どれぐらいできるのか、何をしたことがあるのか、このポジション何回目なのか、この機材何回目なのかとか、そういった自分の状況っていうのを先に分かりやすいようにお伝えして、なのでこういったところで助けていただくことになるかもしれませんとか、逆にこういったところはできますとかっていうのを伝えることで、その先輩も働きやすく少しでもなるように心がけていました。あとはこれは私のためでもあるんですけど、フライトが終わったら必ずフィードバックっていうのをもらうようにしてました。なのでフライトが終わったら、そんな長々話さないんですけど、今日私のもっと改善した方がいいところとか、気になった点ってございましたかっていうふうに聞いて、それを毎回フライトごとにこうメモを取ったり、日記というか、フライトの毎回の日記みたいなのをつけてたので、特に新人の時はそれをやってました。なので業務のことで距離を縮めるっていうのがいいんじゃないかなと思います。乾燥した機内で綺麗なお肌を保つ方法、ミストかけることですかね。あと水をいっぱい取るっていうのはもちろんなんですけど、私はクラナンスのミストが大好きです。別に今フライト全然 してないけど、クラランスのミストはもう5本目ぐらいで、化粧終わった後とかそのちょっと乾燥してきたなっていう時にシュシュってかけられるので、すごいお気に入りです。どんな時計をつける？私が働いてた時はもう安い、それこそ1000円とか2000円とかの時計をつけてました。なんでかっていうと、やっぱすごい動くし水に濡れたりとかもするので、やっぱ壊れたり傷ついたりとかする可能性が高いので、その自分がプライベートでつけてるようないい時計をつけてなくて、
本当に安い時計をつけてました。で、国際線に行ってからはデュアルウォッチ、その日本時間とその現地の時間が分かるような時計、それも安いものを探してつけてました。英語は完璧でないとダメ、まあ、これは外資に関しての質問だったのでそういう質問が出てると思うんですけど、全然完璧じゃなくっても、ある程度やっぱりその求められている最初の TOEIC だったら TOEIC の点数ある程度クリアすれば、あとは訓練でその機内で使う英語だったりマニュアルっていうのがあるので、そこを完璧にすればある程度機内での会話っていうのはできると思います。入ってしまえばいいかなと思います。ただやっぱり向上心を持って英語を勉強して、例えば TOEIC だったら TOEIC の点数を取ることでキャリアアップができたりっていう、その幅は広がっていくし、国際線行くにも TOEIC なんて、ま、持っていないとダメっていうのはあったので、常に向上心を持って勉強するようにしたらいいかなと思います。生理の時はどうする？生理の時も普通に飛びますし、まあ、痛み止めを飲んだりとかして飛んでました、うん、でもあんまりこう変えることができないので、でよく動くのでしっかりこう固定できるようなショーツとか履いてました。お給料に関して、お給料に関しては、まあ、細かい数字を言うのはそれは会社とかその人のポジションとかにもよると思うので、まあ、基本的にもらえるお金としてはその基本給プラスフライト手当、その月ごとにフライト何時間で飛んだ時間かけるある一定の金額でフライト手当っていうのがつきます。でフライトが遅れたりとかした時はもちろん残業手当がつきます。あとはもう一つ良かったのが、まあ、どこの航空会社もそうだと思うんですけど、滞在するステイ、フライトでその日帰りじゃないフライトの場合はホテルがもちろん支給され、ホテルがもちろん用意されていて、でその滞在費っていうのが出ます。だいたい国際線とかだったらそのホテルのルームサービスを頼めるぐらいの金額っていうのは、支給されていました。訓練に合格するためのご褒美、訓練ってほんまに国内線やったら2ヶ月ぐらい、国際線だと1ヶ月ぐらいだったと思うんですけど、すごいしんどくって、でもやっぱり同期が一緒にいたのですごい同期とも仲良くなるし、同期と一緒に帰り道にちょっと飲みに行ったりご飯行ったり集まって勉強したりっていうのが私はすごい楽しかったです。ギャレートキャビンはどこで働く？まあ、これは千秋さんも答えてらっしゃったんですけど、ギャレーはキッチンというか、まあその台所みたいなところで、基本的にそのお客様にサービスするときに使うカートをセッティングしたりとか、ミールを温めたりとか、とりあえずこうキャビンの方がこうどこに何があるか分かりやすいように、あ、ここにお茶があるな、ここにカップがある、ここにおしぼりの予備があるとか、そういうのが分かりやすいようにきれいに整頓したりとか、あとはお客様にその出せる状態かどうか、あったかいかな、あったかいものあったかいかな、冷たいものちゃんと冷えてるかなっていうのを確認したりとか、ビジネスクラスだと盛り付けたり、キャビンの方がスムーズに、お客様にサービスを提供できるように、するのがギャレーさんのお仕事かなと思います。もちろんギャレーがキャビンに出ていくこともあります。でキャビンは、まあ、キャビンですね、客室でサービスをしたり、お客様の対応を中心にする方です。ママさん支援はいますか？いっぱいいらっしゃいました。妊娠したら一応地上に降りれたりとか、その飛ぶフライトする以外のお仕事をさせていただいたりするので、まあ、会社にもよると思いますけれども、お子様がいらっしゃる CA さんっていうのはいっぱいいらっしゃいました。日常生活で CA ならではの癖、すいませんじゃなくて謝る時に失礼いたしましたっていうことが多かったので、なんか人にぶつかった時に失礼しましたって言いかけたことはありましたね。訓練の頻度、まあ、何かにつけて訓練はありましたね。その国内線デビューする時にまず2ヶ月で、国際線行くならまた1ヶ月とか、ファーストクラスと飛ぶために2週間とかちょっと忘れましたけど、いろいろあって、その度に訓練がちゃんとあります。
お客様から番号を聞かれたことは、あると私もそんなに何回もなかったんですけどありました。同期もある人はいました。スクールに行かず面接の練習方法、スクールに私は行ってたんですけど、違うビデオでも紹介してるんですけど、やっぱり自分で過去問とか今までの出た質問とかっていうのをインターネットとかで調べて、よかったら動画の質問集も出してるのでそこでも見てみてください。でそれを調べてノートに全部書いて一つ一つシミュレーションしていくのが一番私はいいかなと思います。でやっぱりいろんな人の答えとか自分のこの答え方がどうかっていうのを知るためにも、そういう同じような目指してる人と一緒に練習したりとか、いなかったら友達とか親とかに聞いてもらうのもいいかなと思います。 CA のここが嫌だなと思うこと、嫌だったことはやっぱり不規則になる、ありきたりですけども、2時に起きたり昼にと思った夕方から出社だったり、やっぱり生活がすごい不規則になることですかね。でも拘束時間自体は多分普通のサラリーマンとか OL さんとかよりは少ないので、切り替えが上手い人はすごくいい仕事かなと思います。今まで怖かったトラブル、病人発生はやっぱりちょっとヒヤッとというか怖いなっていうふうに思いましたね。特に外国人の方で日本語を通じない方が急に目の前で倒れられた時は、もちろん訓練で対応の仕方とかはありますけども、いざこう目の前で人が倒れると、しかも英語しか通じなくてってなるとちょっと怖かったですね。その方はもうすぐに回復したので良かったですけども、はい。一番最悪と思ったこと、自分に対してもう何してんやろ最悪みたいなことはもういっぱいありましたね。他の前の珍事件の動画でも答えてるんですけども、頭痛薬と痛薬を聞き間違えた時はもう自分に対して本当にもう呆れました。はい。訓練の教官は怖い、怖い人もいました。というかやっぱり怖いというか厳しくされてるのでもう怖いですね。でやっぱりそういったそういう方もフライトでデビューしてからフライトでお会いしたらすっごい優しかったり、なのでやっぱり訓練っていうのはこう厳しく怖くすることがその優しさなんじゃないかなと思ったので、やっぱりこう逆にだからそういう教官がすごい最後に終わってからすごい優しかったり、フライトでお会いした時に優しかったりするとなんかもう感動しました。なので、怖い人もいますけど、それは怖くして厳しくして後から困らないようにしてくれてる教官の優しさなのかなっていうふうに思います。その時はそういうふうに思えないんですけどね。訓練の内容は毎回違う、どういう毎回のその回が分かんないんですけど、国内国際線ファーストとかそういうのもまた違いますし、毎日授業、学生の時みたいに英語の時間、サービスの時間、安全の時間とかそういう科目みたいなのには分かれていて、でもサービスに移るには安全に合格しないとまず制服も着させてもらえない。なので最初はつなぎで安全のそういう訓練をしていました。なのでいかにこう安全という保安の要因であるかっていうことをすごく最初の訓練で知ることができるので、あ、サービスから勉強できるみたいな風に思っているとやっぱり安全は一番大事なんだなっていう風に思い知ると思います。なのではい、毎回違うというかいろんなジャンルカテゴリーの訓練があります。接客で気をつけていること、私はその時気をつけていたことは、ハキハキと話す、そのやっぱり自信がないように聞こえてしまったり、謝るにしてもゴニョゴニョこうちっちゃい声で言われると向こうからしてもなんかね、あんまり気持ちが良くないと思うので、私はやっぱりこうハキハキと話す、謝るにしても何を感謝に気持ちを伝えるにしても、先輩とコミュニケーション取るにしてもハキハキ話していました。それでよってやっぱ自信があるようにも見えるし、飛行機聞こえにくいっていうのもあるんですけど、やっぱりこうクリアに自分の言いたいことが伝わって効率もいいので、ハキハキと話すようにしていました。
CA 仲間の退職後の転職先、まあ、私の同期っていうかその同じ訓練の同じクラスやった人たちはみんな結構ずっと続けてて、辞めた方もまた CA になった子もいるし、もう全然違うあの会社人材系とかそういう OL をしてる子が多いかなと思います。飛行機事故は怖くない？あんまりその毎回毎回なんか起こらへんかなっていうのはもちろん想定してはいるんですけど、そのためにだからちゃんとあのフライト前のチェックをしたりとかはするんですけど、そういった事故はを毎回恐れて恐怖心を持っていたかと言われてると全然逆にフライトに必死でそんな暇はなかったかなと思います。 CA は向上心が高い？なんで高い？多分ですけど、もともとそういう人が集まってるっていうのもあると思いますけど、なんか私が働いた会社では毎回毎回目標を立ててそれを達成することでいいグレードっていうかいい評価がつくっていうのがあったので、こう無理やりにでも今回はじゃあ TOEIC 何点取ろうとか地図検定取ろうとかワインのソムリエ取ろうとか手話の講座受けようとかそういうのを目標を立てる機会があったので、なんか元々の性格ももちろんあると思いますけど、そうやっていろんなことにチャレンジする環境っていうのが整っているのでいろんなことに興味を持っている方が多いかなと思います。私の友人も仲いい同期とかもチーズ検定取ってたりとかソムリエ取ったりとか、まあ、英語を頑張ってたりとかしてました。CA になりたいと思ったきっかけ、私はそのみんながよくあるようなこうちっちゃい頃から夢でしたとかそういうのではなくて、まあ、ただ単にこうずっと接客が好きで、大学の時に接客のアルバイトをすごくたくさんしていて、でアルバイトなんでいろいろしてみたいと思って、そのなんやろうな、レストランとかちょっと敷居の高い料亭で働いたりとか、オープニングでレセプションとかしたりとか、スポーツジムのインストラクターをしたり USJ で働いたりとかいろいろしてました。でもその、してる時に会員スポーツジムで仲良くなった会員さんになんか CA 目指したらって2人ぐらいに言われて、あ、自分もそうやって目指せるんやってそこで思いました。やっぱ CA っていうとなんか勝手にもう雲の上の存在っていう風なイメージがあって、自分なんかにそんな目指せるわけないっていうのがずっとあったので、なんかその時に仲いい会員さんに2人ぐらいに言われた時に目指せるんやって思ってからいろいろ調べてるうちに、あ、やってみたいなって思いました。はい、なので学生のうちにいろんなアルバイトをしたりとかいろんな人と接していくと自分に合ったものとか、まあ、結局やめてるんですけど自分に合ったものとか自分にやりたいことが見えてくることもあるんじゃないかなと思います。残業はある？残業は、そのディレイ遅れた遅延した時とかはもうしょうがなく、もちろん飛行機から飛び降りることはできないのでもちろん残業という形にはなりますが、ちゃんと手当てはついてました。面接でアピールしたこと、まあ、他のメディアでも言ってるんですけど、自分ってこう自分が話すことも大切なんですけど、やっぱり、周りの方が他の受験者が話されてる時にその方の意見をちゃんと聞いていたりとか、こう自分の番じゃないからって気を抜かず常にこう周りの話を聞くことができるっていうのは、その言葉だけじゃなくて姿勢でアピールできることだと思うので、そこは意識していました。ホテル生活で大変だったことは、私はホテル生活が好きだったのでいろんなホテルに行ってて、なんか自分の部屋じゃないからすごいなんかなんていうの自由やしすごいそれが楽しくて、まあ、もちろんそんな綺麗なホテルばっかりじゃないですけど、それが楽しみでフライト毎回頑張って着いた瞬間に毎回ベッドにやーってダイブしてましたその瞬間が大好きで、とりあえずホテル生活で大変だったこと、寝すぎて寝坊したことは一回あったので、それが怖いですね。怖かったですね。いろんな国に行く際の通貨はいくら持参してましたか？通貨は持って行ってなくてカードで基本的に全部払っていました。なんかよく行く自分がよく行く旅行とかで行くような国、韓国とかアメリカのドルとかはなんかちょっと
あのいつも持っていくようなカバンには入れてたんですけど、まあ、ほとんど使ってはなくて、基本カードで支払っていたと思います。高校生が今すべきこと、高校生が今すべきこと、やっぱり自分の興味があることを見つけるために、いろんな人と触れ合って自分がしたいなってちょっとでも興味を持ったことはこう行動に起こしてしてみることで、まあまあ今 CA になりたい方ももしかしたら違うことが見つかるかもしれないし、いろんな人に会っていろんな経験、まあ高校生なんでバイトとかはできない学校が多いと思うんですけど、いろんなアルバイト、大学生になったり、その卒業した後にいろんなアルバイトをしてみるっていうのもありかなと思います。自分はすごい接客が好きと思ってても、なんかいざやってみると、あれ？なんか意外とこういうとこがあんま好きじゃないかもってなって、違うことがしたくなるっていうこともあるかと思うので、まあ、アルバイトでいろいろしてみるっていうのもありかと思います。 CA に必要なこと、気づく力かなと思います。やっぱりお客様のその気持ちとかがわからない方っていうか、こう察知できない方っていうのは、やっぱりどうしてもお客様に対して、そのお客様から喜ばれるようなサービスもできないかなと思いますし、やっぱりあの周りのクルーの合図とか、今こういうことをしてほしいんだな、自分はこういうことをした方がいいなっていうのをやっぱり気づくにも、周りの環境を読み取る力っていうのは、お客さんに対しても周りで一緒に働くクルーに対しても必要なことかなと思いました。なので、まあ、日頃から、人間観察指導っていうのもおかしいですけど、なんかこういろんなことに気づくとか、いろんなことに察知する力っていうのを、まあ、意識して養ってみるのもいいかなと思います。フライトは月に何本？フライトは月に何本やったんやろ、分からへん、覚えてへんな。でもなんかその4日間4勤2休っていうサイクル、私が働いた時はそういうサイクルだったので、国内線だと、まあ、その 4日のうちに日帰りが入ってたりステイが入ってたり、なのでそれによってもフライトの本数が違いますし、でも1日に多くても4本でした。日帰りでも4本、国内線だったら4本が一番多いフライト数でした。月で言うと、国際線やったらでも何本ぐらい入るんやろ。あ、でも国内線も混ざってたので何とも言えないですね。とりあえず一番多くても1日には国内線で言うと4本でした。で、国際線だとっていうか、大体そのフライト行ってステイ先で休むっていう時には24時間は空いてました。休める時間がありました。もっと長いところもありました。お気に入りの国は、私がまあそこまで全部の国に行ったわけではないんですけども、一番好きだったのはタイのバンコク。すごく全てのものが安くて、マッサージもすごい安くて、ネイルも安くて、ご飯も美味しいし、バンコクは楽しかったです。あとやっぱりパリと、あとはフィンランドのヘルシンキとかも楽しかったですね。街を歩いてるだけですごい楽しかったです。あ、でもいっぱいあるな。サンフランシスコも良かったし、まあ、これは旅行でも何回か行ったんですけど、まあ、でもバンコクはなんか安くて楽しかったです。飛行機の中で困ったこと、何が困ったかな、でも自分の体調がすごいなんか悪くなることが多かったので、こうちょっと鼻詰まっていると口腔性中耳炎になっちゃったりとか、乾燥しすぎてこう鼻とかこう喉がすごいすぐ痛くなっちゃったりとか、なんか生理痛が重すぎて動けなくなっちゃって、すごい迷惑をかけたこともあって、なんか自分の体調が悪くなって安かったことが困ってました。訓練の暗記方法は、まあ、そこまで余裕がないのはそうなんですけど、まあ、なんか同期と面白い覚え方を考えたりとか、まあ、ちょっと自分がある程度覚えたなと思ったら、自分が次は教える立場になって一人でブツブツ言う私はそういうのが昔から好きで、なんか一人でなんか教えるふりみたいな、教えるごっこみたいなのが好きなので、ちょっと覚えたらこれはこうですねとか言って教えるふりをして頭に入れてました。訓練中にリタイアはある、
リタイアした人はでも何人か聞いたことありますね。自分からやっぱ無理ってなって、でもあんまりいないですね。ただその不合格になってやり直しっていう方は私の同期でも何人かいました。 CA は機内の仮眠中何してる、寝てる上の飛行機のような2階みたいなところがあって、そこに寝る場所があるので、そこで寝てます。寝れへん時も多いですけど、まあ、横になるだけでだいぶ疲れは取れるので横になってます。最初の新人の時はその休憩時間がまあ2時間とかあったら、そのまあ15分とか20分はその飛行機のなんかものがある場所とか覚えたりとかする時間に使っていました。パイロットと同じホテルに泊まってました。たまに違うホテルの時もありました。ステイ先でのお気に入りのことは、私はもう着いた瞬間に何時であろうと寝る、まず寝る、まず寝て、その昼寝みたいなのがめっちゃ気持ちよくって、とりあえず寝るっていうのがお気に入りというか寝るのが好きでした。あとはやっぱり先輩とかとご飯に行ったり、同期が一緒のフライトだったら一緒にご飯行ったり買い物行ったりしてました。それは結構楽しかった。私は飲むことも好きだったので、今はまあ飲酒のこととかでいろいろ厳しくなってますけど、やっぱりそのフライト一緒やった先輩とか同期と飲むっていうのがすごい楽しかったです。社内恋愛は多い？社内恋愛はあんまり知らないですね。私はでもいました、いますね。だからそれで結婚した人もいるし、あるのはあると思います。社内でカップルはいる？これもいると思います。お客様に恋したことはある？恋したことはないですね。でも優しいお客様がいたら、なんかその疲れが一気に吹っ飛んだりしました。ありがとうございますみたいな感じで。今まで一番楽しかったフライト、楽しかったフライトはいっぱいあるんですけど、なんかすごいあーってなったフライトはすっごい短い、サービス時間がもう20分とか15分とか、東京伊丹のフライトとかでグループのその自分のグループのフライトだった時に、じゃあこういう風にしようって言ってサービスの作戦をすごい最初に練って、もう完璧にうまくいって、むしろ時間が余って他のことができたりとかした時はもう感動しました。なんかやっぱりこうチームワークってすごい大切だなって思います。いや、 やっぱりお客さんからしても、まあ割と高いお金を払ってフライトを選んで、その航空会社を選んでくださってて、やっぱり短いフライトとはいえども、お飲み物いっぱいも出せない、もらえないっていう風になるとすごい悲しい思いをすると思うので、そういうのもあってすごい必死にサービスを終わらせるようにしてました。CA になるには飛行機の知識はどのぐらい必要？飛行機の知識は正直なくても訓練中に全部勉強できます。私の周りでも飛行機マニアみたいな人あんまりいなかったですね。なので入ってから訓練で覚えればいいと思います。ただやっぱりその航空会社のこととかは知っておく必要はあるかなと思います。面接で聞かれることもあるし、やっぱり企業研究とかの一環かなと思います。 CA が最重視するサービスってある？なんやろう。でも私はなんかさりげないのがすごいいいなって思います。なんかこれやってあげてますよっていう感じじゃなくて、気づいたらあれみたいな、あ、やってくれてはったんやとかっていうサービスがすごい感動、いつも感動します。なんかそうですね、なのでそういうサービスをできるためにもやっぱりこういかに気づけるかっていうのは大切かなと思います。何カ国語を話せる？私は日本語と英語と、あとは韓国語を今勉強してます。でも同期でもいろんな人いましたね。ドイツ語話せたり、韓国語ペラペラやったり、もう英語ももちろんペラペラやったり、いろいろいました。でも全然日本語しか話せないというか、まあ、英語もある程度しか話せない同期もいっぱいいました。コミュニケーションスキルの磨き方、私はあんまりこれはどうやら答えられへんかもしれないけど、さっき言ったようにハキハキ話すことと、どんなことでも報告する、これまあコミュニケーションっていうか、その CA としてなんですけど、
ちょっとしたことでも後から大事になると困るので、例えばあのお客さん今はお休みですけれども、後で起きられた際にお食事をお持ちしますとか、自分でメモしといてもいいけど、一応共有しておくことで忘れることも防止できますし、ちょっとしたことで例えばその先輩がそのお客様がお目覚めっていうことに気づいたら、いち早くその方にサービスを提供できると思うので、もうちょっとしたことでも気になったことは全て報告共有するようにしてました。仕事はどれぐらいで慣れた？ずっと慣れませんでしたけど、どうやろう、3ヶ月ぐらい経ってやっと何が起こってるか分かってくるみたいな感じだったと思います。かな、半年とか経つとちょっと下の子とかも入ってきて、自分もしっかりしないといけないなっていうふうに思ってたと思います。あんまり覚えてないです。制服が入らなかったらどうする？でもなんか制服のいいところって、特にベルトがある制服とかこうチャックがある制服って、自分が今どれぐらい前に比べて太ったかっていうのが明確に分かるので、ちょっときついなって思ったらちょっとご飯少なくしようっていうのがすごいできるので、体型の管理っていうのはしやすくて、いきなり入らへんっていうのがない気がします。 CA のお気に入りの場所でも結構やっぱ CA さんってそのステイ先でも何回も何十回も飛んでる方も多いし、そういうのも先輩に聞いたりするので、結構穴場のお店とかなんかお買い物したら楽しい場所とかっていうのを知ってる方が多いので、もしお客さんとして乗った時は CA の方になんかこういうものを食べたいと思ってるんですけどっていうふうに聞いてみたら、意外とそのめっちゃ忙しい時に聞いたらちょっとあれかもしれないんですけど、聞いてみたらなんかメモにしてくれたりとかして、してくれるくださるすごい丁寧な方もいるので、なんか聞いてみると、CA の人と話すこともできるし、いい情報がゲットできるかなと思います。はい、ということで何個言ったら分かんないですけど、50個ぐらいの質問に答えさせていただきました。もう私が働いてたのも結構前なので、いろいろ変わってることもあるかもしれないんですけど、共有できる範囲で共有してみました。またこんなことが知りたいっていうのがあれば、コメントとかインスタもやってるので、インスタの DM でも送ってください。今回はちょっと千秋さんの、パクリって言ったらあれですけど、質問を使わせていただいて、答えてみました。はい、ということで最後まで、長い間すごい長いビデオになっちゃいそうですけども、ご視聴いただきましてありがとうございました。また次のビデオでお会いしましょう。